策が出たのか。返事が檜槍を盗めそうの場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上も藩を葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。 よし、叔父上への文が欠けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。 仲良くしよう。名前は何にする？風、空を裂いて走れ。いいなだね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。 ジン、何をしておる。ああ、夕下の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら私は捨てられますか。ジン、よれ。思い違いをするな。 わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。 手側には物見はおらんな。また冷たくなった。
モノニを殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村君は後ほど宿泊で演説されるぞ。士気を高めるためだ。いよいよハーンと刃を交える。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ、だけど今は我慢しなきゃ。
何かいるぞ。行こう。そろそろいいだろう。ハハ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 。何か聞こえた。行こう。と劇を飛ばしたかった。ジン、Tsushima で食い止める。もうそこに危うくさせてはならぬか。猛虎は酒井殿、同じとこ。音がして、調べろ。
風の音か。俺にも聞こえた。最上階、今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも堺、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってからだ。しかし将軍様のご下地、俺の今は猛虎を撃つ。俺の座敷、仰せの通り。ここに帰ることはなかろう。北へ送った石膏が戻らず囚われた。行き先は分かる。やとのいざなう方へ今後進む。今のは調べる。見てこい、音がした。これ以上探しても無駄だ。誰かいるのか。行くぞ。聞こえたぞ。調べよう。音がした。調べる。探すのはやめておこう。お目に留まりそうなところに。おじ上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道をたがえた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。